長尾です。今日はこういうのを作ります。ポイントはこの3つで、培地を作ってハエを入れて逃げれなくするというだけです。使うのはこのレパシースーパーフードスーパーフライというスーパーした粉を使うんですけど、これが培地というやつですね。あとプラカップ、蓋付きのものを使います。蓋がなくてもハエが逃げれないように工夫できれば大丈夫です。あとキッチンペーパー、これで通気を確保します。培地を作るときに混ぜる棒が必要です。あと培地に入れる水ですね。で、説明書にはお湯を使えと書いてあるんですけど、僕は水でやっていて、ハエも増えているので大丈夫じゃないかなと思うんですけど、今度お湯でもやってみようと思います。で、このスーパー粉をですね、ざっと入れまして、水を入れます。だいたい2倍ぐらい入れろと書いてありますね。で、とにかくマッシュポテトぐらいの硬さになるまで、とにかく混ぜます。だんだんこう水を吸って硬くなってくる感じですね。で、途中で硬くなってきたら水をまた入れて、いつもだいたい2回ぐらい入れています。とにかく混ぜます。で、これすごい緩い感じがするんですけど、どんどん硬くなってきます。お湯でやるとどうも膨らむらしいです。だんだん硬くなってきました。とろみが出てきたかなというぐらいで十分です。で、キッチンペーパーで蓋をするので、ハサミで切っていきます。キッチンペーパーを使うのは通気性を確保するということなんですけど、密閉で育てたらどうなるのか試したことないんですけど、培地ができたらウッドパッキンというこの木くずみたいなものをですね、ハエの足場として入れます。これを適量取るのが難しくてですね、 Amazon で売ってます。これ明らかに入れすぎてますね。半分でいいんですけど、このスペース内をハエが歩き回って、そこかしこに卵を産んでハエが増えるという仕組みです。なので入れるのは何でも多分よくて、ティッシュペーパーとか紙とかでもいいかもしれません。
だいたいこれぐらい入ってれば大丈夫です。もうほとんど完成なんですけど、最後に灰を入れます。どれぐらい入れた方がいいのか実はよく分かってないんですけど、今回は50匹ぐらい入れてみることにします。入れるとハエがすぐ逃げるので蓋をさっと閉めます。でここで今回失敗したんですけど、蓋に穴を開けるのを忘れていまして、ちょっとまずいことになってます。どうも蓋にもうキッチンペーパーのようなメッシュがついたものも売っているみたいなんで、それをパッと買ってきてもいいかもしれません。蓋が閉まれば、どれぐらい切ってもいいんですけど、強度的には今切ってるぐらいがちょうどいいかなと思います。これで完成です。だいたい黄色症状灰は 2,3 週間ぐらいで卵から次の灰が変えるらしいです。なので日付を書いていつ頃これ使えるようになるかなという目安を書いておくと分かるのでいいですね。でこうやって作ったものをどうやって管理するかということなんですけど、僕の場合このちっちゃめの一生ケースに入れて管理しています。今日はこれぐらいにしておきます。バイバーイ。